さあ、えー、それじゃあですね、方言ニュースを言ってみましょうか。えー、今日の担当は、上地和夫さんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さ最後、そうよ。ああ、しーみーからさんさながなちたばちおいびこと。おぬくいちゅ、ちじょ、ちじょる、おっぴしん、あちく、んないね、さびん野菜。えー、ご、ごそうよ。おかなていう、おはちみせびみ。 さて中夜六月の三十日、旧暦内名の久米、五五の二十六日にあったといびん、まあ、今年の前期半分の姉妹やびんやさいちーうて。まあ、しでしで、マナになって、ィ、チャビシまあクーラーの中をてる、ィド、クラチョイビクトのあちノ、の中高若チューコウアカエビランタン、ウスマサ、フミチョイビンヤサイ、チカロナ、クーラーの一番ドシなトいびル。 当社中央琉球新報の記事の中から、うちなありくりのニュース、うちでさびだ。中のニュースや、県は戦場戦場に借、えー、り出された学と体の合同石碑を糸満市まぶの平和記念公園に建立、にのニュースや瓶、ゆりなびら。 1945年、昭和20年に住民を巻き込んだ、えー、住民町区で激しい地上戦が繰り広げられた沖縄戦で、えー、今度のこの三山君山な沖縄の戦うて県内の旧正中学校などの生徒たちが沖縄の旧正中学校のシートのチャーが学徒隊と,として

ウシえミソーチャルシートゥンチャーのカジメイした合同石碑ちゃんと勝ち知るせ勝ち知るしせるひむイトマンシーマブニの平和記念公園内に立ていることを君とびん混流することを決めました県による合同石碑はこれまでなく 県の立てたる合同ヒムンやクリマデニエベランたちが2000人を超える10代の若者が戦闘に動員され2000人甘りの10代の若者のがいくさんけ引っ張らっておよそ1000人が命を落としたいくるル人があ命を失みそうちゃる 沖縄戦の悲劇を後世に伝えていくことが目的です。えー、戦の終わり、栗さ、あ後の夕うまで、地底て一応し、おもむちとお目的、面持ちと装備この合同石碑の根流は、あ合同石碑立てインディセ、昭和高等女学校、英語同窓会が5年ほど前から、えー、5人美形島へから、 県に要請してきたもので、えー、県に中国に逃げしちゃることやっている。お長かた知事はこのほど国内男子同窓会の上原初子さんだと面談し、えー、初子さんだとウィチェミ、えー、全国的には学徒がたく,さんというたくさんいたということは知られていない。日本国中で学徒が フォークウタンディのことをアンスカシラテウイビラン改めて歴史に光を当てなければならない改めてナチュケンオのアタ当ディのことにフィチャイ光、えー、アてらわるヤイビールと述べ、えー、意味装置県内の全21校うちな21校あるうっさ、えー、戦争に、えー、巻き込まれた歴史を伝えるために 戦に待ち込まったる歴史しているために。この石碑建立に意欲を示しました。この碑文を立て石に。えー、取り組みの小口見知りた。県では合同石碑を通して。この合同石碑、えー、見して、えー。現在の生の中高生ら、生ら若者に。学徒動員の支持えー、これ、本当。 当たることやんどうにちちていること宮てに伝えることを目指すということで、えー、現在生、えー、公園内に設置場所を検討しており、えー、公園に、えー、石碑ひもんテているバスお人未送便県子ども生活福祉部の金城部長は今年度中の着工に向けて努力していきたい。 今度中に手が切、手書きいるよ、う手書きられるよう、手るよう手書きやびん。今後、国から。各学校の同窓会へも、説明していきたい。あの、学徒動員のあたる学校の同窓会の方々と。いうお話しさびん。と。話しました、えー。意味整備団。中也県は学徒隊として、戦場戦場に借り出された。学徒隊の合同石碑を。 えー、イトマンシーマブニの平和記念公園に混流時のおニュースを指定されたんどうせまた来週知り合いだニヘイデビルはい、えー、どうもありがとうございました、えー、今日の担当は植地和夫さんでした